でも禰豆子はさ、うん、その結構テクニカルじゃない。そうですね、人間の言葉を喋らないシーンが、うんうんうん、鬼になってからは多いじゃない。だから1話は本当に緊張しましたね。正解がないというか、うん、鬼になってうなってる声ってどんなのみたいな、うんうんうん、っていうのを私が示さないといけないっていうのがあったんで、うん、家でもすごいなんかクローゼットに頭突っ込んで叫んだりとか僕の友達のお子さんもすごい禰豆子が好きな子がいるのよ、うんうん、で鬼滅のオープニングとかを流してるのを見てる動画を送ってもらったんだけど、うん、やっぱ禰豆子のところですごい、あー禰豆子って反応するの。で無惨が出てくるとリモコンでテレビ叩く敵だと認識してるちゃんとうわいい教育なされてるねっていうぐらい、なんかこうやっぱちっちゃい子とかにね、うん、あ好かれるって嬉しいよね。そうですよね、うん。